さあ着きましたよ、桂川パーキングエリアです。いやー、考えてみたら初めてカメラを買って回したのもサービスエリアでしたけど、あの頃に比べるとだいぶ撮れるのも慣れてきましたね。さーてと、初めて来たけど、まあ、パーキングエリアですから、あんな大きくないですけど、すごく謎なのは、あんまトイレを映すのはあれですけど、女子トイレがここにあって、あの奥にもまた女子トイレがあるんですね。あれ何なんでしょうね。わからん構造ですけど、でもこのあれですよね、駐車場が直角なのが昔ながらのパーキングエリアって感じですよね。最近のやつは全部斜めになってますもんね。さてと、 ATM、 ATM、 あ、こんにちは。ここで ATM って置いてあります？ないです。ないか、わかりました。そんなパンから、あ、マップ付き、広げて考えよう。ただね、想定外のことが起こってましてね、ATM がなかったっていうね。あ、どうしような。あと、とりあえずね、広域マップはねもらってきたんでね、とりあえずお茶買うぐらいの金は出てきたと思ってますかね。お土産とかはわーっと買おうと思う金額持ってないんで、あとあんまり多分数千円ぐらいしかないんでね。よし、これにしてみよう。おいし、いろいろ出とる。無料回答の料金所の利用方法、イナリアもとも無料か。へー、あ、これって分かりやすい。そっか、鶴岡とかあっちの方抜けたかと思ったら、北陸自動車道行った方が早いのか。どうなん、なんかね、こっちの人間と違うでね、あんまりこれをパッとピンとこやねん。そうやね、 G20 大阪やね。いろんな案内が出てますね。さあ、ということでね、せっかくなんでね、ね、マップのね案内をもらってきましたよ。とりあえずね、そう、どうきゃいいのね、こうきゃ、あー出とるわ。行き方としては、桂川からやと、いやー、これ鳥取まで遠いな。全然12時までとか全然無理ですね。うん、これはまずいですね。うん、神戸あたり、神戸大阪あたりにしときましょうか。無難に。ちょっと 今の時点で11時35分でしょ。今からを京都入ってって言ったら大変ですよこれ。いや、鳥取は多分届かないですね。ちょっと明日も仕事ですからね。はい、あ、ちなみにね、せっかくなんでね、たこ焼き買ってきましたよ。たこ焼きですよね。ちょうど話しとるところで、本編一緒になっとるかどうかは分かりませんけどね、たこ焼き論争の話のね、してました。ここは多分強風でしょうね。ネギまでかかってますからね。九条ネギがこれたっぷりかかってます。これ写真撮っとこうか、せっかくやでね。よいしょ、ほらこれで写真撮ると思うよ。よく分かった。スマホ向けに、スマホで撮っとこうか。熱、あ、ソフトクリームを食べて、たこ焼きを食べるというね、このね、ヘルシーとは程遠い生活をしてますけど、まあ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 、
とね、どうしてもいただきましょう。で、どんな感じかね。やっぱりそのキャベツが入っとるのかどうかっていうのをね、もうネギかけてますからね。あ、キャベツ入っとるな。うん、おいしい。カリフワですね。トロトロトロ、ね、こんな感じ。ちょっとエラー破り切れちゃったけど。ATM がなかったんで、これお金払わせてないんでね、これはピンチなんですよ。実は結構ピンチなんですよ。どうにかしなきゃいけない。鳥取がここで、鳥取自動車まで行こうと思ったら、あ、全然淡路行く方が近いな。というか淡路やったら全然1時間で行けそうやな。ん？まあそっちの方向いていきましょうか。あ、そうや、こっち行ってこうっていう意見もあったな。ん？こうでしょ？測り方が富士山風ですよ。3、4、5、6でしょ。1、2、3、4、5。やっぱ遠す、遠すのが遠いな。高知のが遠いな。こうしてみると姫路は近いですね。姫路もそのメンバーと、YS 君とね、 YS 氏と行ってきましたけどね。高専名と福山から本当広島はめちゃくちゃ遠いですね。どういうのが正解だったん、いつもは松江自動車道使っていったら一番近かったのか。まあ、こっから南の方をもらっててぐるっと回るっていうのも手ですけどね。そうしようか。適当にちょっとお土産を考えましょう。じゃあお土産がメインや。京都縦貫自動車道に行きましょうかね。まあ、途中にサービスエリアがあるかどうかですけどね。京都縦貫自動車道に乗っちゃうとちょっとないかもしれませんからね。よっしゃ、行きますよ。違う、温泉に入ったんじゃね。あれですよ、お土産の売ってるところに行かないといけませんからね。あれですよ、あのね、水曜どうですよで言うならメンフィスですよ。ね、メンフィスに向かわないといけないんです。温泉の、まあ、あるところにね、向かおうとしてしまってはいけないんです。ね、待っててください、ミスターってね。あなたの犬は今、メンフィスに向かっておりますってね。ありましたね。そうですね。メンフィスの方、ね、ところに向かっていきましょう。よし。